法律を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバイバイちゃん。見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度、善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこの久米に託してください。まあ言ってることは間違っちゃいねえんだ。まあそうなんだよな、まあ、綺麗事といえば綺麗事かもしれないけど、ブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずにか。そう考えるとある意味では久米も青木に利用された哀れな被害者かもしれないな。結構やばいやつだけどな。同情してる場合ではないですよ。よし、行くぞ。対抗馬はどうすんのこれ。そんな集まってないけどな。でもちょっと通してくれねえか。ほとんど桜やろこれ。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。これもあれ近江連合か。え、すまねえけどどうしても。は、あんた、どこかで。あ、ボディーガード、青木の若の。あ、お前、あん時のボディーガード。まだ銃持ってんのこれ。こいつだけじゃなく、周りもみんな多いんですよ。やらせじゃねえか。ここでやる。さすがにここじゃ暴れられないか。向こう飛んで火にいる夏の虫や。え、この間の借りはきっちり返したで。なんここで。アホな。え、やってやるぜ。え、アホなのこいつ。え、え、どうしたんか。暴れちゃダメでしょ。これ銃撃つのもどうかと思うけど。てかさ、逃げるなら今のうちだ。これ使おう。エリヘル、町場の兄さん、町場の兄さん、さえじま兄さん使っとくか。来てもらおうか、町場の兄さん。東京大見連合にねえ、元登場会大幹部。もうダメだ。どう来る、どんな感じなの。おお、おお、めっちゃかっこいい。駆け降りてる。これ何、これ何のビル、これマジマ組が建てたやつ。何の知識もなく、知識ゼロで建てたビル。ないシーンだ。めっちゃかっこいいやん。あ、ちょっと残った。ナイスしてしまった。もう殴れ終わりやろこんなの。かなりのあレベル50になったってことだ。すごくなったか。そりゃ行くわな。どっか巻き込まれたくないもんな。邪魔するつもりやったんやろうが、残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろう。この後いつどこでいつやる、全部言え。いつも2回ぐらい言うだけで。そんなもんホームページで全部書いとるわい。そりゃそうだよな、人来てもらわないと困るもんな。久米に近づくことは一歩たりともできへんで。どういう意味だ。久米を当選させることは都知事の直令や。その障害となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。監視されてる。
きあいついなかった？みんなこいつらさっきいなかった？さっとこう散ったのか？前はいなかった。わしにも把握しきれんほど近江組員が異人町に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ、これを防ぐのがコミジルだったのにな。青木の方が行って先を読んでるってことか。戦いとはいつも2手3手先を読んでる。おっしゃる通り。え、何と確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのはたまたまあっただけなんだね。今前例がないことです。バカ、たまたまなんか一致したんだな、その場と。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。まあ年齢は関係ないと思うけどな。地方自治は学生の遊びだということですか？いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。めちゃくちゃ支持されてるやん。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも。どちらでもないって入れたらもう85。その理由として最も多かったのが神室町産経作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。産経作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東城会が壊滅したからってカムロ町からヤクザが消えたわけじゃないでしょ。まあ、そうだね。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか？先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った産経作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの？危険を伴った作戦？果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したと言われる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、乗っ取りだよな。としての狙いは一言で言えば民事党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力を持ってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。グレーを認めないで結構怖いよね。あるもんな、日常生活に利用しやがって。てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。俺みたいにヘリクスばっかり言う人間のはちょっとグレーを封じられると困るんだよ。前から信じちゃいねえが、政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけど、インターネットでね、検索して、はあ、さっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし、苦戦しているようだな。ほら、立候補見つかった？対立候補会長、まさか会長が出るわけじゃないよね。お前が言ってたルートってのは若返りに対抗して青木を呼び出そうってことか。ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて、会長はどうしてここに？さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。何、北京ダックじゃないだろうな。え、やめてくれよ。何、偽札とかじゃないよね、もうね。そんな次元超えてるもんね。で会長、俺に渡し忘れたものって。じゃじゃーん、
金田君。俺に頼みどうしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。ああ、対立候補ね。あ、ほら帰ってきた。え、見つかりませんでした。立候補者。そんなアホな。久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろう。そうだよ。見つかったんですか。花札でな。青木に勝てる立候補者。四方八方手を尽くして探したんだがな。まあ、見つかなかったのか。でもいいアイデアを持ってきた。この道をとかじゃダメ。え、アイデアって何です。春日、お前が出馬しろ。春日が、はあ、もう少し早く思いつきゃよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか。俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。いや、だろうな。この町だけじゃったら供託金が返ってくるほどの票も集まる前に。いろいろサブやってるし。300万ドブに捨てるだけっすよ。顔は広いぞ。捨てていいんだよ。え、どういうこと。俺の金なんだけど。それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんね。どういうこと。久米を捕まえるチャンス。何、久米ゲットだぜ。候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。そうだな。当然対立候補と出くわすこともある。こんにちは言うて。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。うん、見たことあるだろう。接触っていう。そんな見たことないねんけど。俺が立候補者。あんのかな都会だと。久米と接触できる。久米に比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。そういう字書くんだ。当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、久米はお前を無視ができねえ。あいつもその辺分かってへんやろ。どうしてです。おお、何だ何だってなるだけやろ。当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。やらんってのは怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。グレーそこで久米は嫌がおうでもお前と接触しなければならない。と握手したから何、どういうこと。な、感染させる。お前の計画は選挙で久米を打ち負かすことだった、うん、でも今のお前が望むことは久米との接触だろ。違うか。ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。出れる。どんな前科だろうが刑期を全うした以上立候補する権利は法律で保障されてる。出れるんだ。どうするか。落ち込んどるやんけ。なんか金見つめてるけど金が戻ってくるっつって。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。もう出るんだ。マジかよ。でも法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ。結構昼じゃない。まだやばいわよ。すぐ行かなきゃ。もう夕方な。走るぞ。選挙管理事務所ってどこっすか。馬車街道にある西浜ビルの中で。あざっ。馬車道。どこ。どこだ。遠いんか。どこだ。ここか。タクシー。走るそうだけど、走るのはタクシーにしようぜ。全然間に合うんだろうけど。あ、やっぱ急いでる感出そうぜ。ちょっと車で飛ばしてくれ。運転手さん、運転手飛ばしてくれ。どこだ。それではここだ。運転手さん早く。いや、道が混んでまして。いいから、抜け道はないのかよ。いい、もう俺はこっから走る。これ横浜のあの時計の成功かなんかのあれじゃないのこれね。え、いや違う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 、これ横浜市
市議会じゃないわ、なんだっけ、横浜市、あ、ここタクシーあんじゃん、近くにあったんじゃん。あれ、横浜市役所じゃないの、あれ、違う違う、あれ俺はなんか違う、行ったぞ、あそこ、近くまで前、去年か一昨年か、なにここ急げっつってんのに、なになんか見つけちゃった、ダイモン、ダイモン、そうそう、交換しないとな。何ここ、お、金がいっぱいある。俺さ、結局まだもう最終近くまで来てるけど、金の鍵がないんだけど、俺どこで銀の鍵拾ったんだろう。かい、銀めっちゃあるじゃん、ただもらえないのかな。裏ルートなんかな、裏ルートっていうか、そのクリア後とかなんかな、そんなことないよな、さすがに。西浜ビル市役所、選挙管理事務所、あれ、なんか俺スキップしたわけじゃないよね、イベント。あんなにたくさんの書類にサインしなきゃいけないなんてよ、当たり前でしょ、学級委員長に立候補するのとわけが違うんだから。何やとまれ、間に合ってよかったですね。職員の髪とか、あれ相当切れてたぜ。締め切り1分前に届けないなんて前代未聞だろうし、まあ、よかった、タクシー使って歩いてたら絶対間に合ってなかったよ。何せよ結果オーライだ。結果も何もまだ届け出が済んだだけでしょ。明日から選考活動が始まるのよ。でも久米に近づくための立候補だしな、活動なんてしなくてもいいんじゃねえか。ダメよダメよ、かわいい。久米と世間から対立候補として認識されないとこの作戦うまくいかないのよ。俺もそうか、うん、しかし選挙活動って何すりゃいいんだ。俺たち選挙カーどこか、マイクも、俺のマイク貸そうか、これ AG03 セットで。さっちゃんと言う通りだ、そこは真面目にやらないとまずいと思うぜ。あ、明日考えようぜ、うん、だな。これ誰かの視点だ、これ誰か見てるぞ、これ誰の視点、これお前かい。急にカメラが遠くなったからさ。あ、なんや、文句あるんやったら聞いたろかー。いなくなってんの、あいつの車ちゃうんか、これ蹴っとく。どっちか、まったく見ず知らずの人だから、かわいそうだな。それではサバイバーに戻れ。選挙カーとか確かに必要だな、マイクとか、あとなんだ、ポスターか、あとポスター。なんか中にサブイベントあるんだけど、んバカで、なんだなんだバカで、人殺し出ていけ、ふざけんなバカ、犯罪者が立候補すんな、前科者、犯罪、すごいな、まあ、確かにな、いくら罪を償ったとはいえ、人を殺したっていうのは結構あれだよな、マイナスだよな。梅陣営のってことは、早速俺たち、俺の立候補駆けつけたってわけか。選挙活動の手間が省けたな。のんきに言ってる場合か。こんなことされたらお前の前科が町に知れちまうんだぞ。いいですな、俺に前科があるのは事実なんだ。今さそれを隠す気ではねえよ。まあ世間からしたら本当に前科者だもんな。俺たちは知ってるけどさ。ん？なんかやからみたいなの来たけど。ああ。すっげえなんか乗り方やからみたいになったけど、早速やられてんな。うちの会長からの差し入れだ。選挙カーに差し入れって、こいつだよ。うちの敵屋で使ってたお古だが、選挙カーとして使ってくれ。マジっすか。第二マイクとスピーカーも積んどいた。そっちはストリップ劇場の倉庫に眠ってたもんだ。これ最低限立候補者としての手は整う。梅も逃げられねえはずさ。ありがとうございますいいね、なんかこのみんなで協力してなんとかしようとする感じ、いい感じじゃん。それでは早速梅に挨拶と参りますかお前が言うとなんか挨拶が違う挨拶に聞こえる。あいつは今日、うん、天北公園でよし、今日こそ捕まえて若に引き合わせてもらおうか検討に乗ってるぜ。
まあ、帰るに歩いてる。タクシーかな。おお、春日一番。いや、ジムができたら選挙会に乗ってさっさと浜北公園に行こっか。へえー、ガチ選挙出るんだ。俺剥がそうよこれ。サバイバーの人関係ないからね。人殺し死ね。なんでこれだけパソコンのやつとか手書きのやつとか。この店は犯罪者の巣窟だ。いやひどい。出ていけ人殺しバカ。バカって何だ。バカって書くな。バカってバカ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 書くんじゃないよ。何だバカって言ってることにバカって書くな。ないか面白いやつとか。目標をなましたここで話する。あれ今出てきたけど。栽培した植物はここのマスターがいろいろ加工してくれるんだっけか。おう、マスターは器用な男でな、いろんなもん作ってくれるんだぜ。花を持っていけばさらっと綺麗な花束作ってくれるし、器用なんだね。食材を持っていけばお手製のうまい弁当も作ってくれる。あと独自の製法で調合した漢方薬は効果抜群だそうな。独自製法の漢方薬ものすごい。大丈夫なの薬事法的な感じでまあ騙されたと思って一回材料渡して作ってもらえよう。そうだな、マスターを信じよう。悪い人ではないからね。悪い人じゃないから。ただ怪しいだけって。怖いな。誰か。効き目が立証されてない薬を飲むのは。何これ。無所属なんこれ。おお、春日一番。何党なんこれ。何党が無所属で出てんのこれ。そう、登場会。どこの立候補になってんのこれ。春日一番です。民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。ほんとその通りだな。しかしこれ東京都知事都知事選のやつだ。見とけこれ。18年間服役した。ひどかったもんなマジで。国王にもかかわらずこの神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。ごめんなんか今まともなこと言ってるわ。まともなこと言ってるわ。めちゃくちゃこれは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦は久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え、久米が春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です、うんうん、そこで久米はあなたを悪役に仕立ててその条件を変えようとしてるんでしょう。向こうのが上手だったか。なるほど、ね。まあ、若賢いからな。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。大丈夫なこんな選挙でこういうことして。お集まりの皆様、私がただいま紹介に預かりました。春日一番です。名前覚えやすいよな。 あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し。あれが人殺しなの。あ、殺してはないんだけど。あいつが、まあ、でも逮捕されたのは事実だからな。実刑受けてるからな。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。煽るね。でもちょっとこれは負け犬の遠吠え感あるんじゃない。あのふざけた態度、あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。乗っちゃったな。前科者のお祭りではありません。久米君乗っちゃったね。前科者、これはちょっと流すべきだったんじゃないか。こういうとこに立っちゃならんと。それがご不満だと。おお、なんだ。もちろんそうだ。レスバ始まったけど。確かに俺は18年間刑務所にいたい。でもな、どんな前科があろうが
立候補できることは法律に書いてある。これ無視するべきやったな。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。その通りだね。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。そうなるな。法律大好きなクメちゃんよ。煽るな。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。そうですね。認めちゃったよ、クメくん。おかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。ついたね、針のむしろ。じゃあその矛盾の判断は個々の判断でてか。ってことはつまり それです。だからそれがグレーゾーンだって。そうなるよな。クメさんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。カスが強いな。あんたの言う通りさ。ぐぬぬぬぬ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかったやつらばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけどもっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。そうなんだよな。クメ君若いね。法律のために人がいるんじゃなくて人のために法律があるんじゃねえのか。その順番っていうのが大事なんじゃねえのか。クメさんよ、春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術。選挙権あるんか。私もだよ、一番。俺もだ、春日に投票するぞ。頑張れよ一番。選挙権なさそうなやつらか。なんか俺たち春日の味方だ。どこに届くんや君らの選挙。クメさん、俺はあんたに恨みがあるわけじゃない。住所がないからな。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようよ。お、これどうだ、するのか。せざる。撤収だ。逃げた。おい、最初から逃げとかよかったのに。無視してれば。まだ演説が途中ですよ。待ってください、クメさん。こうして突発的に始まった論戦は有力候補の久米陣営が撤退する形で。これはひどいな。若も怒ってんじゃないこれ。前科あり元極道という異例の春日候補は早速 SNS を中心に話題にはなるよね絶対ね。でも春日の人柄が分かんないもんな。これじゃ役に立たない奴らばかりだ。久米といい、お前といい。お前、ああ、こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。なんか離反しそうじゃない。で、報告ってのは。新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。別に金がなくなったわけじゃないもんな。お前偉そうに言ってるが会長にでもなったつもりか。え？いえ、お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。え、違うの。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。言ってやんな、目潰されるぞ。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか。はい、
そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取って誰？クメか？クカスが？もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよ。なんかちょっと古い写真っぽかったよな。誰？カスが？今日のクメの演説会場はこれ上内駅になってる。よし、今日こそクメタの手を突っ込めてやろうぜ。それでは選挙カーは止めておいた方がいいんじゃない？俺らの存在に気づいたらクメのやつ演説を切り上げてさっさと逃げちゃうでしょ。そうだな、確かにそうだな。何何おばあさん、何何何何、あれあれあれ、立候補の春日さんじゃない？応援してるわっていう感じの人やん。応援して石投げてんのか、それとも昨日演説で良かったよ。またひょっとして当選ちゃうかもな。やっぱ応援の人だ。石投げてんのかと思った最初。この人もあんたに投票するって決めたよ。すごいすごい。じゃあこれ剥がしてくんない？ねえ、本当に応援する気あるんだったらさ、これ剥がしてくれないかなねえ、やっぱ態度で示してほしいよね、まずはね。態度でさ。さあ、もうということで、今回はこの辺で終わりますか。いやいやいや、まさかの春日一番が選挙に出ると思わなかったな。当選しちゃうかもな、本当にな。ということで、またよかったら見てください。お疲れ様です。それじゃあね。バイバイビー。なんでハンさんそっち側な応援の方になっちゃってん。ということで、お疲れ様です。じゃあね、バイバイビー。